ブドウの収穫前に戻ってこれてよ。何か入りようかね。毎度あり。ちょうどだね。毎度あり。ちょうどだね。また来ておくれ。ノルバーン砦ででかい騒ぎがあったんだとさ。捕まってた同志たちはその隙にうまく逃げ出したそうだ。さらわれた人たちみんな戻ってきたの。お兄さんありがとう。ノルバーン砦からどうやって逃げたんだ。急に火の手が回って気がついたら見張りがいなくなってたの。この村の住人はマスターと同じ思いを抱いて集まったんだ。よそ者に荒らされるなんて全く許せないよ。同志諸君、我らが死すべき日はまだ遠い。マスターの教えを信じ祈りましょう。よう、悪いけどこっちはまだ通れないんだ。ノースリーチに向かうのは今度にしてくれ。ノルバーン砦ででかい騒ぎがあったんだとさ。
この先には面白いものなんて何もないよ。収穫前に戻ってこれて。ノルバーン砦からどうやって逃げたんだ。いい子だ。何か用か。何を作る？大事に使えよ。どんな敵とも戦えるぜ。また来いよ。外に行くのかい。どうか気をつけてね。買っていきな。おやおや。
さあ、見ていきな。持ってきな。また来ないよ。ベアラー保護の次の計画ですが、慎重に進む。彼女のことは任せておいて。あんた新顔だな。ここは牢屋だ。やましいことがあるやつにしか縁のない場所さ。あら、シドが連れてきたベアラーかしら。ようこそ隠れ家へ。ここでみんなの衣服や道具を管理してるの。だから勝手に持ってかないでね。大広間の方、騒がしかったわね。保護したベアラーが怪我してたみたいよ。なるほど、これもヒーローに使えるのか。話し相手になってくれるか。新たな視点を得られた気がするぞ。まだ話していなかったことを思い出した。これまでのお主の話をまとめているぞ。
また外の話を聞かせておくれ。なるほど、これも肥料に使えるのか。みんなここで自由に過ごすのはいいが、飯だけは冷めないうちに食ってほしいもんだ。今回保護できたベアラーは、よしよし、いっぱい食べたね。